モナニャン、今日も精神修行中？カヤモリか。貴様が来たのなら修行もここまでだ。我をまた楽しませてくれるのだろう。前はシュールストレミングだったから、今日はアンパン使って楽しいことしよう。貴様の脈絡のない発想は恐ろしくも胸を震わせてくれる。パン食い競争を知ってる？大食い、もしくは早食いの類か。違う、昔運動会では鉄板だった競技さ。今はもう廃れちまって誰もやってないけど、燃えるから二人でやろうぜ。我が燃えるほど刺激的であればいいわ。してルールは？野球でいうピッチャーとキャッチャーをイメージしてくれ。イメージした。ピッチャーがキャッチャーの顔面にアンパンを思い切り投げつけ、相手の口の中にアンパンを先に入れた方の勝ち。ほう、正確なコントロールが必要となるな。じゃあアンパン買ってくるから、ヘリポートで待っててくれ。アンパンちょうだいな。粒あんとこしあんがありますが、どちらになさいます？粒。はい、こちらになります。お待たせ。じゃあ覚悟はいいか？うむ。では先攻か後攻かじゃんけんで決めよう。うむ。いくぞ。じゃんけんポン。パン。勝った。先行。ポンのタイミングで出してしまった。まさかその後にパンが待っているとは。深く。はい、離れて。うむ。はい、しゃがんで口開けて。あーん。じゃ、いくぞ。ピッチャー振りかぶってアンパンを投げます。惜しい。全然惜しくない。当たったのは胸だ。コースは合ってたってことだもん。なるほど、そういうことかもしれんな。ピッチャー振りかぶってアンパンを投げます。惜しい。全然惜しくない。当たったのはお腹だ。曲がりすぎたか。けどコースは合っていた。なるほど、そういうことかもしれんな。ピッチャー振りかぶってアンパンを投げます。惜しい。全然惜しくない。当たったのは股間だ。鋭く落ちすぎたか。けどコースは合っていた。なるほど、そういうことかもしれんな。ではすぐ終わらせてやろう。交代だ。うん。ピッチャー振りかぶってアンパンを投げる。モナニャンの手の中でアンパンが破裂した。アンパンがこんなに柔らかいとは。今まで投擲してきたものの中で最も柔らかい。だろう？結構難しいだろう？しかもアンパンは相手の口より大きい。相当な力でぶち込まないと入らない。なんだ、この久々に覚える感覚は。不思議だ。それを面白いと言うんだよ。この我が燃えてきたよ。いいね。じゃあ私の番だ。新しいアンパン使うよ。うむ。第2投目、振りかぶってアンパンを投げます。惜しい。顔面に当たったのに余裕だ。第2投目、振りかぶってアンパンを投げます。おいおい、大丈夫か？かすりさえしなかったぞ。指にかからなかった。アンパンはボールのようにはうまくいかない。難しい。なんて奥が深いゲームなんだ。第2投目、振りかぶってアンパンを投げます。また股間だ。
男には効くかもしれないが、残念。そこは急所ではないのだよ。アンパンはボールのようにはうまくいかない。難しい。なんて奥が深いゲームなんだ。今ので入れられなかったから、貴様の負けだよ。我はアジャストする。何？いい加減終わらせよう。交代だ。うん。第2投目、振りかぶってアンパンを投げる。痛い。外したか。やばかった。鼻にぶつけてくるなんて。本当にアジャストしてきてる。次は入れないと。この勝負負ける。うむ、来い。あー、第3投目、振りかぶってアンパンを投げます。いい伸びだ。よし、ついに食わせた。見事よ。第3投目、振りかぶってアンパンを投げます。味噌通りの放物線だ。よし、ついに食わせた。見事よ。第3投目、振りかぶってアンパンを投げます。理想通りの落差だ。よし、ついに食わせた。見事よ。だが、我が入れれば引き分けとなる。その通りだ。我は負けぬよ。しゃがんで口を開けろ。うん。はーん。第3投目、振りかぶってアンパンを投げる。あ、入ったか。惜しい。この通りさ。こぼれ落ちた。私の勝ちのようだな。まだだ。勝負を続けよう。いや、今のでこのアンパン唾液ですげえしけっちゃったから、衛生的にやめておいた方がいい。なんと。というわけで、食べる。食べ物は大事にしなくちゃね。ほ、うん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 。うまーい。粒あん大好き。しかし不思議な感覚だ。貴様は、本当に我を楽しませてくれるな。私も楽しかった。また誘っていい？無論だ。また付き合わせてくれ。やったね。せいぜいそれまで、死なないようにな。ああ、生き残り続けて遊びに誘い続けるよ。モナニャンを誘ってお風呂に行こうかな。モナニャン、一緒にお風呂行かない？うむ。パン食い競争でいい汗をかいた。我を楽しませてくれた礼に、貴様の背中を流そう。やったね。どうだ、我の力は強すぎはせぬか。血行が良くなりそうな力強さ。もう少し力を緩めよう。いや、いいよ。このまま洗って、モナニャンに洗ってもらってるって実感できるから。貴様は本当に面白いやつだ。こんな我とはまるで友のように接しようとしてくれる。え、友達じゃん。あれ、モナニャン、どうしたの？前を向いていろ。しっかりと背中を洗ってやる。うん、サンキュー。それは
我の言葉だ。感謝する。いい湯だな。